ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 メキシコグランプリ決勝、メルセデス・ハミルトン2位で、ラッセルも健闘の6位ブラジルグランプリに意気込みの話題です。メルセデスのハミルトンとラッセルが見事なレースを展開。ハミルトンは6番手スタートから2位フィニッシュし、チームとしての復調を感じさせた。彼はチーム全員の仕事を誇りに思う。今日のマシンバランスとタイヤのマネージメントがうまくいったと述べ、次のブラジルグランプリに期待を寄せている。一方、ラッセルはブレーキのオーバーヒート問題を乗り越え6位でのフィニッシュ。最後の20ラップは難しかったが、表彰台を狙える位置にいられることを期待しているとコメント。ウルフも今日の結果に自信が持てる、両足を地につけて上位での戦いを目指したいと述べ、チーム一丸となった意気込みを示した。ルイス・ハミルトン2位、6番手からスタートしたことを考えれば素晴らしい結果だし、チームにとっても素晴らしい一日だった。ハードにプッシュしたし、チーム全員の仕事を誇りに思う。ここ2週間は僕らにとっては厳しい状況が続いていたから、ようやく立ち直ることができて嬉しいよ。今日はマシンのフィーリングも良くなっていたし、ペースも良かった。今日はマシンのバランスとタイヤのマネージメントが重要で、それがうまくいった。今週末はセットアップを改善するために本当に深く掘り下げ、正しい状態に持っていくことができた。今はブラジルに行くのが待ちきれないし、この好調なペースを維持できることを願っている。ジョージ・ラッセル6位、マシンのフィーリングはとても良かったし、ペースも良かった。ブレーキングがオーバーヒートしてしまった時は、カルロスのすぐ後ろにつけてオーバーテイクしようとしていたんだ。最後まで走れるか心配だったので交代せざるを得なかった。そこでタイヤの温度が下がってしまい、正しいウィンドウに戻すことができなかった。最後の20ラップは氷の上を走っているような感じだったので、なんとか6位でフィニッシュできてよかった。また難しい週末になってしまったが、マシンのパフォーマンスは良かった。あとは週末をクリーンにして一貫性を示すだけだが、それは必ず達成できると確信している。ブラジルが楽しみだし、そこでもいいペースを見せて表彰台を狙える位置にいられることを期待している。トトウルフ、メルセデス・ベンツ、モータースポーツ責任者、今日は強いマシンができたので、この結果には満足しているし、自信にもつながっている。ルイスがフリー走行に入ってからのラップタイムは良かったし、レース終盤にもファステストラップを獲得できたのは素晴らしい仕事だ。ペースも良かったし、この2戦につながるポジティブな結果だ。このサーキットのタイヤマネージメントは非常に厳しく、路面温度が数度上がるとタイヤが外れてしまうし、その逆もまたしかりだ。ジョージは残念ながら完全にタイヤを使い切ってしまった。最終ラップでダニエルからポジションをキープするためによく戦った。来週のブラジルでどのようなパフォーマンスができるかまだわからない。両足を地につけてベストを尽くし、上位で戦えるようにしたい。アンドリュー・ショブリン、トラックサイドエンジニアリングディレクター。6番グリッドから2位を獲得したルイスのドライビングは素晴らしかった。このところ厳しいレースが続いていただけに、マシンのペースを確認できたことは本当に励みになる。ジョージは終盤でランドに順位を奪われて残念だったが、リスタートでは明らかにカルロスよりも早かった。後から考えれば、彼を交代させてタイヤを温存すべきだったというのは簡単だが、我々はレースで後方を見ているチームよりも、むしろ前を見ているチームでありたいと思っている。ここでの週末は決して楽なものではなかったし、タイヤを適切な状態に保つのはとても難しかった。でもグリッドポジションを考えれば、フェラーリと同ポイントでここを去ることができたのは励みになる。
車はうまく機能していたし、ブレーキマネジメントもうまくいっていた。この週末を改善し、来週末のブラジルでのスプリントレースに向けて懸命に準備する。 F1 メキシコグランプリ決勝、メルセデス・ハミルトン2位で、ラッセルも健闘の6位ブラジルグランプリに意気込みの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。